おはようございます。学ぶをハブファンへようこそ。このポッドキャストでは29年間の公立小教師を経て現在フリーランスティーチャーとして活動中のジュンジュンが、先生だって人生をハブファン、だから子どもたちも笑顔になれる、月曜日の朝ワクワクできる先生を増やしたい、そんな思いのもと YouTube、ポッドキャストから情報を発信しています。皆さんおはようございます。じゅんじゅんです。今朝この音声を録音してるんですけれども、外では鳥がチュンチュン鳴いていて、なんかとっても清々しい気持ちになっていますね。5月もうゴールデンウィーク終わってしまいましたけれども、なんかこれから気持ちのいい天気が、ね、訪れるんじゃないかなと、ね、梅雨に入る前にたくさんこういう天気を味わいたいなと思っています。今日はね、私が始めた思考癖というテーマでお話をします。前回の、ポッドキャスト YouTube 音声では、私がやめた思考癖についてお話をしました。まあ、メンタルが落ち込んだ時期が、こう37歳からしばらく続いていたんですけれども、その経験をきっかけに自分がやめた思考癖がありました。一つ目が完璧主義でした。そして結果を急ぐ、早く結果が欲しい、そして三つ目が人と比較する、自分のできないことにフォーカスをして人と比較する、こんな思考癖がかつての私はありました。完璧主義全くなくなったかって言ったらそうではありません。やっぱり仕事をする上でこうきちんと仕事をするっていうことはとても大事なことだし、当たり前のことだし、でも度が過ぎてしまうと自分を苦しめてしまうことにもなるので、そのあたりがこう緩くなったんじゃないかなと思ってます。で、今日はそのやめた思考癖と同時に、私が始めた思考癖というのがあるんですね。完璧主義をやめるとか、あとは人と比較するのをやめるとか、結果を急がず焦らない焦らないと自分に言い聞かせることももちろんなんですけれども、新しく始めた思考癖を今日はご紹介したいと思います。これって別にこれから紹介する3つを常に自分で意識するというよりは、なんかこう自然にそこになんかこうたどり着いたというか、腹落ちした、あ、そうだよね、これ大事だよねっていうふうに思ったことばかりなんですね。じゃあ紹介します。一つ目は、みんな未熟だよねっていうところです。そして二つ目が聞く、尋ねる、そして三つ目が見るということです。一つずつお話ししていきますね。まず一つ目の未熟だっていうことです。これ自分自身が未熟だよね。ね、50も過ぎて、人間死ぬまで勉強って言いますけれども、いまだにこんなこともわからないとか、こんな気持ちにも慣れていない、今ね、こうビジネスのサロンで若い方たちと接する機会がすごく多いんですね。前回のポッドキャストのコラボでもそうなんですけども、杉部さんにしてもスバロちゃんにしても、すごく私よりももちろん若いわけです。でも、あ、こんな素敵なところがあるんだ、この部分自分にはない、でもお二人にはある、あ、もっとこれ自分が吸収したいなって思うこと、だから自分は未熟だっていうことをまず自覚しました。ってことは、すでに一緒にいる子どもたち、子どもたちってまだ数年しか生きていない、未熟当然ですよね。じゃあ子どもたちの保護者の方、もちろん大人、私と同じ大人なんだけれども、私だって未熟だ、至らないところもあるっていうことは、保護者の方だって同僚だって同じ人間なんだから、やっぱり未熟な部分もちろんあるよね。じゃあこういうところが、もうちょっとなって思うところが子どもたちにあったとしたら、いや、それしょうがない、当たり前だよね、できなくって当たり前だって、未熟なんだもん、じゃあどうするか、いや、この部分はまあいっかって目をつぶってあげる、っていうことが
考えられるようになりました。まあそうすると、うん、こうなんなきゃっていうふうに以前思っていた時に比べて、あ、そうだよね、未熟だよね、じゃあこれからどうする、まあいっかっていうふうになったことで、すごく気持ちが楽になりました。うん、望みすぎない、自分にも相手にも望みすぎないっていうところがすごく楽になったなと思います。2つ目は、ですね、聞く、尋ねるということ。これどういうことかっていうと、具体例を挙げると、例えばね、子供たちと過ごしていて何かこうトラブルだったり課題が出てくるじゃないですか。で、以前の私だったらそれをこう先生がね解決してあげる、うん、今こうだよね、で一応子供たちには聞いたりするんだけれども、結果的にはやっぱり教師がまとめてしまうっていうことが多かったようにこう思ってます。で、じゃあどうなったか、どう変わったかっていうと、例えばさっきの給食当番であるとだとすると、例えばね、こう子供たちの給食当番の準備、いただきますまでの準備がもう今までは15分ぐらいかかっていたと、まあ、そうすると実質食べる時間が15分20分になってしまう。いや、もうちょっと食べる時間あってもいいんじゃないかなって思う。その時に聞くんですね、子供たちに。今ね、12時25分に4時間目が終わって、いただきますするのって12時40分でしょ。で、40分から1時までのごちそうさまをするまでの食べる時間が20分しか今ないんだけれども、これみんなどう、このままで大丈夫、大丈夫って子もいるわけですよね。バーッと食べちゃう子もいるし、おかわりたくさんする子もいるから大丈夫って子もいる。でも一方で、いや、もうちょっと食べる時間欲しいなっていう子もいたわけなんですね。で、その時に、あ、そうなんだ、じゃあもうちょっと欲しいっていう子がいるんだけれども、どうする、どこの部分を、うん、工夫したらもっと食べる時間増えるかなっていうふうに投げかけるようにしていました。まあ、そうすると、まあ、当然ね、ごちそうさまの時間をずらすわけにもいきませんよね。昼休みにかかってくるから、それはできない、うん、じゃあその準備の時間をなんとかするしかないわけですよね。じゃあこうしよう、ああしようというアイデアが子どもたちから出てきて、自分たちで考えたアイデアだから自分たちで守ろうとする、まあ、もちろんそれはね、凸凹があるわけですけれども、まあ、でも自分たちで守ろうとするようになっていく、まあ、そうすることで教師が全部引き受けると自分が苦しくなっちゃうけど、自分たちで子どもが決めたなら子どもたちが頑張るしかない、まあ、そんなことで、うん、こう好循環が生まれたように思っています。聞く、尋ねることができるようになって、教師が全部決めないからすごく気持ちが楽になったなと感じています。最後に3つ目の見るということです。これも具体例を挙げると、よくこれもね、懇談会でお母さんたちにお話しすることもあるんですけど、子供たちが校庭で走っていて、なんかこうね、何かにつまずいて転んでしまった、まあ、以前の、若い頃、経験の浅い頃の私はすぐね、私駆け寄ってたんですよね。大丈夫、痛くない、ね、まあ、新1年生がね、入学したばかりの時って子供たちすごく不安だから、まあ、その時にはね、さすがに近寄ってあげる、近寄る場面もあるんだけれども、まあ、それでも1年生もだんだんね慣れてきたら、まあ、こういう見るという癖を私も発揮してるんですけども、まあ、転んじゃった、で以前だったらすぐ駆け寄って大丈夫、ね、土や砂をこう落としてあげてどう、でもこれ見るようになったんですね。少し引いて、あ、転んじゃった、その子どうするかな、どんな行動するんだろう、あ、この子は泣きそうになりながらこらえながら立ち上がったっていうことを確認してから近寄って、どう、大丈夫って、あ、よく我慢した ね、痛かったねっていうふうに声をかけたりする。または、あ、転んじゃった、様子を見ていると、あ、誰々ちゃんが近づいた、あ、声かけてる、あ、一緒にはたいてくれてるんだ、砂はたいてくれてるんだ、うん、
とか、あとはぶつかっちゃった相手がいた場合には、あの子パッと気がついて戻って声かけてあげてるなとか、あの子そのまま行っちゃったとかっていうようなことが、っていうことがすぐに近寄って声をかけていた時よりも様子がすごく分かるようになって、例えばぶつかっちゃった相手の子が戻ってきて声をかけてるのを見た時に、後からあの時ぶつかっちゃって声かけてくれてたね、偉かったねとか、まるまるちゃんは、きっとねあなたに声かけてもらって、痛かったけれどもでも声かけてもらってすごく嬉しかったと思うよ、心強かったと思うよっていう風に声をかけることができるようになった、子供たちを見る目が、視点がまたいくつか増えたように感じることができるようになりました、すごくね子供たちをこう褒める機会も増えたなって思っています、まあこの3つをなんかまとめるとね、なんかこう先手先手に手を打っているというよりはこう後出しじゃんけんかなって思います、未熟だなってまずは受け入れて、じゃあどうするか聞いて尋ねてみんなで相談する、すぐに教師が手を出す、言葉をかけるんじゃなくって、まず見ることで、後出しじゃんけんすることで子どもたちの様子を見て、その後の方法を教師が手を打っていくっていう後出しじゃんけんかなって思います、これってね一見こうチャンスを間違えてしまうと、こう出す手を出す、時期を間違えてしまうとこう対応が後手に回ってしまうこともあるので、どこで手を出すか声をかけるか、先手必勝かっていうのはまた違う話になってくると思うんですけれども、でも、一緒に解決することが子どもたちと、すごく機会が増えたな、一緒に考えながら進んでいくっていうことができるようになって、自然と私の心の中もゆとりが生まれるようになったと思います。そんなことをね朝の一番にもう一度、意識しながら今日また一日頑張っていきたいなと思ってます。今日は私が始めた思考癖についてお話ししました。この音声コンテンツは月水金曜日の週3回ポッドキャスト学ぶをハブファン YouTube チャンネルじゅんじゅんブログで配信しています。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram もやっています。ぜひフォローもお願いします。YouTube とそして Spotify の自己紹介欄のリンクからそのリンク載ってますので飛んで覗いてみてください。またこの放送をお聞きいただいた感想や質問などがありましたら、LINE 公式をこの度始めましたのでそちらに登録していただけるとコメントも送れますので、ぜひこの機会にご登録よろしくお願いします。それでは次回のポッドキャストまで Let's have fun! Bye!